こんにちは、しまなみひよりです。とてもね、幻想的な風景でしょ。深い霧にね、霞んでいます。今治城はね、とっても幻想的に見えています。今治の内港までやってきました。ゴールデンウィークにね、入ったばっかりなので、周りにはですね、他府県のナンバーがね、ついた車がね、たくさんいます。帰省されてる方や観光客がね、たくさんいらっしゃるんでしょうね。今治のね、港にやってきました。前に見えてるのはですね、岩木島の方にね、行った時にね、乗った船ですね。周りはですね、霞んでいますよ。船員さんがいらっしゃったので、声をかけてみます。こんにちは。こんにちは。キリンはすごいですね。はい、すごいですね。こんな、どれくらい見えとんですか、これ。なんとかよく言うじゃないですか、何キロ。今日なんか何キロもは見えてないと思う。メーターとかそのあたりじゃない。危ないですね。お話をね、聞いたところによると、今日はですね、気温が高くて、すごいですね、水蒸気がたくさん出てね、立ち込めるそうなんですよ。そしてね、風があるとスーッとね、霧はどっかに行っちゃうんですけども、今日は全く風がないんですよね。それで霧が立ち込めていて、船をですね、安全に運航するのが難しいというようなね、お話をお聞きしました。目の前にはですね、そんな遠くないところに大きなフェリーがいるんですが、もう霞んでいますよ。こんな感じで、今治港の桟橋に少し出ただけなのに、振り返るとすっかり霧に包まれた幻想的な風景がですね、見えてきます。まあ、めったに見られないですよね。いつもは大きく見えるハーバリーの建物もですね、住んでいますね。マルシェの感じをですね、散策してみます。これ買っててユニクレやね。目の前では FC 今治の里山サロンのね、テントがありました。ここはベースのね、スコーンをリンゴ飴よりもやっぱり中にはね、ドライフルーツなんかも入っていて、とっても美味しかったです。ここはですね、速度を上げて再生しております。霧がね、流れる様子をね、ご覧ください。何撮ってるんと、キーツに声かけられて、綺麗な花を撮ってますよ。子供の好奇心はいいなと思いました。そしてですね、ここね、片原ベースなんですけども、片原ベースから見えるフェリーもね、幻想的だなと思って撮っていると、あー、どうもどうも、こんにちはです。今撮影しております。いや、霧がすごいでしょ。すごい霧の中、これめったに見えない。今治港についてね、ちょっといろんな方とお話したりして、結構時間経ってるんですが、一向に霧が晴れないですね。結構お知らせでね、案内とかも流れていましたね。瀬戸内マルシェの会場をですね、北
北の方に進んでいきます。今治港らしいモニュメントもですね、ちょっと霧にかかって幻想的に見えますよね。かつては大型フェリーが発着していた桟橋のね、モダンアート的なモニュメントを撮っています。今日は来島海峡大橋方面なんかね、全然見えませんよ。こちらはですね、大浜の漁港に来ています。いつもはね、遠くに近見山が見えるのですが、全く見えません。公園のところにね、里親探しの猫ちゃんがいました。猫大好きでめちゃくちゃ可愛いです。本当はですね、飼いたいのですが、ずっと猫と一緒に、ね、生活してきましたけども、今は残念ながらここでお別れで、可愛い猫ちゃん。ということで、春のね、この時期のまあ珍しい霧に包まれた今治港からですね、お送りしました。霧の中を散策するの楽しいですよ。瀬戸内マルシェのステージの会場ではダンスパフォーマンスがね、行われています。最後まで見ていただきありがとうございます。できればチャンネル登録よろしくお願いします。ゴールデンウィーク楽しんでくださいね。